どうも、んです。こんにちは。はい。ということでですね、今回は、外資就活 .com さんとのコラボ企画なんですけども、この動画は、前編、春代理であげて、後編は、外資就活 .com さんの YouTube チャンネルがあるので、そちらで公開されています。なので、下の概要欄から、ぜひ、後半の部分を見ていただけたらなと思ってます。ということで、えっと、早速、今回は、面接企画なんですけども、春代理インターン生の、えぇ、ー、きーちゃんと、外資就活 .com でインターンをされている上野さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いいたします。<laughs> 東進ダイリーでインターンをしている一橋大学社会学部四年生の大塚健浩と言います。よろしくお願いいたします。外資就活 .com でインターンしているのまいで します。東京大学経済学部経営学科3年生ですよろしくお願いします。今回の面接官はおなじみ豊谷さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前編は外資のメーカーなんですけども、あの豊谷さんも P&G であの働かれていたっていうところで、あの合格不合格の札を上げていただいてフィードバックをいただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願い,いします。はい、本日は大塚さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 まず最初にですね学生時代に頑張ったたことを教えていただけますか、はい、学生時代に私が頑張ったこととしては、えっと、フードロスの削減を目指す事業で営業として長期インターンに参加をして1か月間で900万円から1,200万円という300万円の売上げの向上に貢献したという経験になります。 ありがとうございます。もう少し詳しくどんなことをされたか、そのままお話しいただけますか？はいはい、かしこまりました。まず、ビジネスモデルとしては、そのまず使う商材がその食品ロスになり、うる食材、いわゆる賞味期限間近で一般販売できないような食材でした。り、あとはその規格外の野菜などを扱っていまして、そちらを ec サイトで販売するという事業でした。で、その ec サイトの商品数が他社がま200点ほどでっあ。 自社が200点ほどであったのに対して他社が、まあ、最高で1万点ほどのところがあったので、まあ、そこに商品数の差が大きくあるなというのを私自身感じましてその商品数の拡充というところで営業に取り組んでいいましたはいえー、とその中で、えー、とどういうふうに他の方と関わったりして自分の目標を達成していったかそのまま教えていただけますかはいかしまりました 他の人と関わったという点については自分の営業のスキルを上げるという,という点で一番関わったなとといいいうふうに思いますというのも具体的にお話申し上げますと私自身営業をやるのが初めてでしてでまず何を話していいのかっていうのも分からずに最初その商談に初めて出た時もただただプレゼンもうただただプレゼンしてますというような もういわゆるスライドを読むだけに終わってしまっていてなななかなか会話がが弾ままいいというのがありましたでもそういう中で主に行ったことが2つありまして1つ目がそれによって知識をインプットしていくのと1つ目が家族であったり友人に私の営業している姿を見てもらって客観的に自分がどう見えてるかっていうのをフィードバックもらうことによって自分の営業スキルというものを 高めていくことを心がけていました。なるほど、ありがとうございます。ちなみにえっ、ー、と他の方を指導するとか、その引っ張り込むとか、そういう経験はそのフードロスのけあの e コマースの経験ではありましたでしょうか？他の人を指導するという面では、私が初めてのインターン生でで、次にあの参加をする2人目のインターン生に指導したという経験があります。 そちらはどういい、たた具合でしたかははい、そちらは営業とは別のお仕事になってしまうんですけれども SNS 運用というものをその事業が行っておりましてその SNS のこれまで私自身が取り組んできたことであったり、まあ、どのようにしたらそのインプレッションを増やせるのかというのをそのお互いに共有し合って2人でまあ私が主に指導するという形でその引っ張っていっていました。 うんうんうん。なんかその引っ張っていく上で苦労されたこととかってありました？はい。えっと自分がまあ当たり前だと思っていることが必ずしも相手の当たり前じゃないんだなっていうのを感じたというのがあります。具体的に申し上げますと、私だったらあの普通にそれこそインプレッションっていう数を使ったりのクリック数っていう数を使っていて、まあそれがもう自分の中では結構当たり前になっていたんですけれども、初めて参加した。 と、まあ、初めて、その S. N. S. 運用に携わるってなった人は。この言葉の意味、もはじ、初めてなのでもちろんわからない。っていうのがあって、最初は、そのお互いに、意思疎通を。うまく取り合えていなかったなの、の。取り合えていなかったな、というのは感じました。うんうん、ありがとうございます。それに対して、どう取り組まれたんですか。はい。と、まず、私自身が、心がけたこととしては、二つありまして、一つ目が。もう。 大げさすぎるほど、あの。わかりやすく噛み砕いていう、というのと、六つ目が。その図であったり、イラストを使って。その、ま文章ではなく、その視覚的に説明を心がけるっていうのを主にやっていました。うん、ありがとうございます。その結果、どういう変化がありましたか。はい、えっと定、定性的な結果にはなってしまうんですけれども。 SNS 運用という点に関しまして2人で協力したところ、まあ、お互いに意思疎通が取れて結果的に私が営業に集中をしてその子に SNS 運用をあの1か月ほど経って全部任せるというような形にすることができました。はいいありがとうございます続いて、えー、努力したにもかかわらず、はい、ちょっとうまくいかなくて苦労した経験なんかがあれば教えていただけますかはいそうですねまず努力 いいうのの結構大きいので私の中で定義させていただくと努力っていうのは私の中で継続力っていうのをいうことをまあ定義しましてでもその継続力という点でその私が中学高校で5年間バドミントン部に所属をしていたんですけれどもその56年間継続していた中で最後の,その高校生の試合対外試合でその一度も勝てなかったっていうのが の自分にとって報われなかった経験かなというふうに思います。その経験に対してどういうふうに態度をまあ、取りました、どういう対応されましたか？はい。とまずその結果が出なかった理由を考えたときに、自分で結構諦めていた目標設定が元々低かったというのがありました。というのもその私自身の学校が女子校だったんですけれども、女子校はどうせガツガツしてないから。 まあ、それは勝てないよねっていうようなことでもう自分の中でハードルを下げているというのがあってで、まあ、それに対してどのように対処していったかという点については目標を高く設定するというのをその,その経験の後から生かしまして具体的には大学受験であったり私自身の,その学校だとその結構一橋っていうのはあの結構ストレッチした目標なので。 うういうふうに高い目標を設定したりだとか先ほどお話しした「タ金単」のお話でも300万円って言われて最初えっっていうふうに思いつつも高い目標だというふうにその、まあえて高い目標を置くことであの自分が努力できるというのをその実感しました。ありがとうございます他にチームワークなどでそのみんなの目標が達成できずに苦労したような経験はあったりされますかはい そのあの先ほどのお話があのチームの話にはなるんですけれども団体戦で出場していたのでそこの経験がチームで結果を出せななかかった経験かなといいう,うに思いますチーム全体にはどういう関わり方をその時されたんですか、はい、チームとして私の役割としてはメニュー係というのがありまして部活のメニューを考えるという人だったんですけれども。 部活を俯瞰的に見てその部活が何をそのどういう能力が足りてないかであったりどういう練習ができてないかというのを客観的にその俯瞰してみてでその上でメニューを提案するというような立ち回りで部活を時代を過ごししていました。たなるほど。えー、とそこでで苦労されたわけですよね。ではい、実際乗り越える時に、えー、とどういうふうに皆さんと関わられたんですか はい、関わったという点についてはまずその部活のメンバーが何でこれをやるのかそのもちろんみんなが嫌なメニューもあるのでその説得というのが一番難しかったですしそこがまあ一番関わるポイントだったなというふうに思います。で対処方法、まあ、そのどのようにそのみんなに説得していったかという点については。 そのやっぱり論理的に語るっていうのがすごく大事だなというふうに思いましてというのもその、まあ、実際にコーチの方がいらっしゃったんですけれども、まあ、コーチの人がそのメニューをやることによってその何パーセントあのちょっとバドミントンの用語になっちゃうんですけれどもそのコート内に収められるかというような。 ことを数値で測っっててくれ一回やった時に、まあ、そのようなデータをもとにこれをやるとそのこの練習メニューをやると実際に効果が出るんだよというようなことをその重ねていきながら説得しししててメニューを導入していきました皆さんの,そのメンバーのパッションとしてはどうでしたか、はい、みんなのパッションとしてはそこまでやる気がなかった、まあ、実際にそこまで高みを目指している人がいなかったというのはありました。 でそれはどうやってモチベーションを上げていったんでしょう。はい、と一つずつの成功をもう楽しむというのがありましたで。でもやっぱりその試合に勝つというような大きな目標だけではなくて、その一回の練習の中でどれだけミスを減らせるかっていうようなま小さい目標を立てて、でそこに対して喜びを感じてもらう。で実際にその中学生の後輩とかですと、初めてできできたというような。 その初体験の成功、初体験の成功というようなところでモチベーションを高められたかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。続けてですね、希望する部門がもし複数あればお伺いしたいなと思っているんですが、はい、いかがでしょうか、はい。はい、希望する部門としては2つありまして、1つ目がマーケティング、2つ目がセールスになります。 その,あの理由もも簡単にお伺いしてもいいしてですかはいとまず最初にマーケティングという面につきましてはと大きく2つありまして実利性とあの社会性という面なんですけれどもまずそうですね社会性の面からお話しさせていただくとそのマーケティングってこお客さんだと今、ま、消費者の負を解消してその上で満足を提供できるというふうに思っていて私,私自身その フードロスの兆金ターンで負を解消して自身の喜びにつながったという経験があるのでそ,そこに喜びを感じられるんじゃないかなって思ったのと出利性という面についてはやっぱりその売上げの仕組みづくりというところでその社会に対してだけではなく会社に対してもそのコストの面で支えられるということで、まあ、自分が大好きな商材であったり会社を支えたいっていう意味での大きな意義があるんじゃないかなというふうに思っています。 はい、で長くなってしまうんですけれどもセールスにつきましては、はい、私自身の「超金タン」の経験がやっぱりあるかなというふうに思いましてお客さんの一番近いところで喜びを体感できる実際にお客さんが喜んでいる声を自分で近くで受け止めてでそれを他の人につなげていくその役割が私の「超金タン」の経験で実際に楽しいというふうに感じられたというまあその原体験があるので。 そんなようなことをそれもしたいなというふうに思っています。ありがとうございます。えっ、ー、と、最後にお客様と接する上で、大事だと思っていることがあれば、教えていただけますか?。はい。私が大切だというふうに思っているのは、自分の。その、当たり前だと思っていることを。その相手も同じように考えているというふうに思わず、そのキャッチボールをした上で。行動に移すことだというふうに思っています。理由といたしましては。 私自身大学1年生の時にホテルでアルバイトをしていた経験がありまして部屋のアサインをする役割だったんですけれどもその際に1ヶ月ほど長期滞在される方がいらっしゃってでその私自身はその人は洗濯機をたくさん使うだろうということで洗濯機の近い部屋を案内したんですけれどもその人は洗濯機から離れたもっと静かな部屋でゆっくりしたいというような。 方がいらっっしゃって私の思い込みでそのお客さんにとってその不満というかそのあまり嬉しくないって思いをさせてしまったのでそのような体験から自分の思い込みで相手を考えるのではなくちゃんと相手の意向を理解した上でそで行動に移すっていうのが大事だなというのは感じままししたたははいいい今日はどうううもあありりががととごござざました。 はいということで面接お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたかきイちゃんの感想としてはもっとチームで。 あの行動したっていうことをアピールしたりできたらよかったやっぱりメーカーってマーケティング志望してるぐらいなのでやっぱ他社と協力することが多いじゃないですか。なのでなんかその学術化とかを通じてその自分がそういう職種に合ってるんだよってことをもうちょっとアピールできたらよかったなっていうふうに思いました、ね、逆によかったなっていうところも自分で自分をぜひ褒めてあげてください。というところは、まあ、今回に限らずなんですけどなんかいつも楽しそうにしゃべるねって言われるので、まあ、その表情とかっていう意味で。 自分の人柄っていうのを知ってもらえたかなっていうのを思いますめっちゃ完成度高いなって個人的に思いました<や>じゃあ結果発表の方に移らせていただけたらなと思いますじゃあ鳥さんお願いしますはい、えー、大塚さんの結果は惜しいな<ー>惜しいなという感じ、はい、素晴らしかったところから入っていきましょう、はい は変分かりやすかったです。うん、あの最初の面接って就活生が一番やりがちなミスは何を言っているか分からないなんです。第三者に分かりやすくことを説明するという練習が就活生にはまず圧倒的に足りていません。ですからあの何言ってるかそもそも全然分かんないよ。この人は一体何をして、何を学んでで。 どうだったのみたいになっちゃうのが本当の最初の面接ですですからそれをもう大幅に超えていた誰が聞いてもしかもバドミントンという特殊ルールがあってでルールの説明もしなくてはいけない,い,い,い難解な内容に対して誰もが分かる内容にしていたこれは非常に素晴らしいいプレゼン力だと思います今回特に2つ目の素敵なポイントが大塚さんにとってはすっごい大事だなと思っていてあの人をですね巻き込む中で人を 幸せにする力みたいなのがあるんですね英語だとエンゲージングって言いますけれども一緒に働くと楽しいと思わせる力が大塚さんには自然と備わっていますで、それは笑顔であったりとか話し方の丁寧さであったりとかあるいは話す時の相手の気配りであったりとかが自然と現れているで、これはもはや大塚さんの資質の問題であってあの正直才能 <laughs> なので <laughs> あの視聴者の皆さんは才能をまれるっていうのはちょっと難しいかもっていうぐらいあの非常にですねにこやかで話しやすい人柄というものを持っってらししゃゃるななと思いました <laughs> なんでですかじゃあ <laughs> えと大まかに落ちてしまった理由は3つ1つはとってもシンプルなことで死亡する部署について2つ言っちゃいましたねマーケティングは倍率1000倍以上なのでマまけじゃなくていいよっていう人は絶対いらないです。 へそうななんですねえなんかよくあるどこでもいいっていう方が採用側からしたら取りやすいとかいう説もあるじゃないですか日系ですとそうでしょうね。 外資ですか会社であればそもそもなぜそのプロフェッションになりたいのかなぜその部署のプロになりたいのかというところがむしろ大事な志望動機の一部だったりします、えー、ですから恩、まあ、社が好きで何部門でもいいですという人はなじゃあ何の能力もない人なんですねと誤認されやすい、えー、これは日経との大きな違いになります。 まずマーケーしか考えてませんって嘘をつくべきでしたねで、えー、落ちた2つ目のポイントえー、っとですね P&G はリーダーシップをとても大事にする会社ですけれどもリーダーシップってさらににつの E に分かれてますでその5つの「E のうち、えー、っと3つが確認できませんでした5つの「e 一1個ずつ言っていくとまず1つ目がエンゲージ、えー、人をですね幸せにしたりしながらその人に自然と協力させたいと思わせること これは大塚ささんすすごく発揮されてたと思いますで2つ目が、えー「イネーブル」どんななででできない時でもできいもるっていう逆境を跳ね,跳ね返して実現する力これが苦労した体験から聞き取りたかった部分なんですが逆境度も小さかったかなというあとどういうふうに跳ね返したものかをもう少し知りたかったなという思いがありました。 続いてエンビジョン人にビジョンをを見せせて夢を描かせる力これについてもあの細かく噛み砕いて相手に教えることはお塚さんされてましたけれども、えー、と人に夢を持たせてまでよしこの会社のためにこの目的のためにやろうと思わせる力にまでは至ってなかったんじゃないかなと判断してます。4番目エナジャイズ人に絶対ややれるとやろううっていう あのパワーを与える力ですね、まあ、ご本人が優しい方だからあんまりその、まあ、いろんなエナジャイズの仕方あると思うんですけれどもなんか「大丈夫私といれば大丈夫だからやっていこう」っていうようなエピソードが、まあ、今のところ見られなかったかなというところで最後にこれはあったところですけれどもエクセキュート実行する力。 たとえ無理という状況でもきちんと本人がやり遂げる力責任感に近いものですね、うんうん、これを持っていたと思いますですからあの本当の面接だったら落ちないかもって思いましたなぜなら P&G の本番の面接は1時間だからですそうなん 1>, 1時間かけてこの5つの E があるかを聞いていくのでもし掘り起こせていたら全部埋まっていたらそのまま通過していたと思います、うん、で。 大きいあの落としさせていただいた3つのポイントの3つ目なんですけれども、えー、といろんな事情ですねお客様と接する上で大事だと思うことの質問であったりとかあの希望する部門のその理由だったりとかが、まあ、基本的にあんまり戦略性がなかった。 私の人生においいてはこれを達成したいそのための中間地点としてこの P&G という会社がある P&G でこれを身につけて人生の目標はこうしたいというルートが見えなかったので何をしたい方なのか単に会社が好きな人に見えてしまったこれは外資と日系の大きな違いですけれども外資っていうのは自分の目標人生のやりたいことのために会社を使うんです。日経はその会社に 貢献することが目的になるんですなるほどその意味で会社を使ってやろうぜというストーリーがなかったこれが3つ目の理由になりますいやそれこそなんか「実利性」って言って「会社の貢献」とか言ってたのであもうまさにあの NG いっちゃったなとか思いました。 5 e、社会にてからも大事でで、ね、ですすねねそうしかもこの5つの「E」はネットに公開されてるのであと<ー>で見ていただくこともできます視聴者の皆さんももし、P「P&G」気になったら5つのい、e、で調べてみてみください実際「あの P&G」P G、や「マッキンゼイ」それから「アマゾン」といったアメリカ系の会社は似たような社税、まあ、社訓ビジョンを持っていることが多いので、うんえー、これらの資質を持っているとこれらの あの米系企業に採用されやすい傾向がありえす<ー>お話を聞いていてあこういう話って自分ならエピソードを出せるかもと思った視聴者の方は、うん、ぜひアメリカ系企業を受けてみてください。ということであの後半の「外資集活動 .com」さんのチャンネルでは戦略コンサルのケース面接を受けさせていただきます。 ということで、豊江さん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。下の概要欄に外注活ドットコムさんとの後編の動画が貼ってあるので、ぜひ下の概要欄から見てください。目標は中長期的なスパンでの売上向上とさせていただきました。こ、え、のー、さんの結果は一時なら通る。おお<ー>。だと思います。